ポルカさんがいる？来やがったな。ポルカさんが凸したいとか言ってきて、凸させろとか言ってきやがったから、まあいいでしょっつってやってんだよな、今。おいけんのか。ちょっと招待送りつけたんだけど、ポルカさんに。来なくね？ポルカさん、ひよってるやついる？ポルカさん？あれ？ポルカさん、ちょっと待ちな。ポルカさん、あれじゃん。スペースから除外されてる説あるな。もう一回送ろう。送れないんだけど。あ、来たんじゃ、これは。これでいけるのでは。息をしてくれ。ポルカさん、息を吹き返せ。おるか。うわぁ除外されてる人来た。スペース機能が未だ実装されてないよ、マルポルカに。いや、なんかスペース実装されたら一番やりそうだけどな、スペース。一番やりてえのに、何度もリスナーに、いや、リクエストしましたとか、申請フォーム送りましたとか、めっちゃ言われるんだわ。かわいそう。あてめえ、お前、明日の宣伝しろや。電波悪っ。え、明日の宣伝？はい、明日の宣伝をですね。明日、私たち話すじゃないですか。うんうん、そのためにちょっとでも話したくって来たんですけど、うん、なるほどね。スペースのテストがしたらなかったの。でもスペースのテストにめっちゃ時間使っちゃいましたね。すげえリクエスト何回50回ぐらい送信したら思ったけど、我が家もポルカさんになんかスペースを聞きに来てくださいって言われて聞いてはいるんだよなって思って腹立ったわ。よかったじゃないですか、スペースできて。そうだな。あ、宣伝してくださいよ、じゃあ宣伝。スペースわかんない、すごいわかんない、ね、スペースすごい上手だね。いや、まあプロがホストできるから、スペースをポルカさんと違って。あ、てめえなんだこれ。明日の宣伝してくださいよ。いや、お前がしろよ。先輩じゃん。先輩だった。もっと尊敬してよ。なんかそういう先輩に対するないのあれ。いや、ポルカさんはもうすごいんですよ。お、いいぞ。すごくて。いいね。ポルカさんはもうめっちゃすごいんですよ。どうすごいんだろう。なんか声大きくて。切れたわ。明日よ、やるからよ、俺ら。来いよ、マジで。うん、みんな、お前ら。やるからよってずっと言ってるけど、何やるか絶対言わない。やるから、よろしく。やりますね、明日ね。お前と話してみたかったんで、その前に。可愛いとこあるじゃないですか。お前は全然可愛くないな。あ、なんでお前、せいぜいスペースにこもってな。いやいや、これはこれから配信するんで。現在何してるお前と配信もする。ずるいずるい、ポルカにもスペースちょうだい、スペースちょうだい、スペースちょうだい。